こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。本日は特別ゲストをお迎えして一緒に合わせのガチャをやっていきたいと思います。ということで、はい、皆さんこんにちは、リョウです。というわけで、いつもありがとうございます、ネモさん。こちらこそ、いつもありがとうございます、はい。で、まあリテイクなんですけど、はい、なんでこんなに初っ端からぎこちないかっていうと録画ミスってたんですけど、そうですよね。いや、まあでもガチャ気づく前でよかったですね。確かに間違いない、リョウさんに命救われました。動画1本分の命救われました。いや、大事ですよ、動画1本分。はい、ということでですね、動画1本分がなんとか生きたので、ここでリョウさんに紙引きをしてもらって、はい、いや、任しといてください。お願いします、はい。まあね、あのさっきね、まあ、僕の方はもうネモさんに引いてもらったんですけど、はい、まあ非常にね、こう前座としてはいい感じだったと思うので、まあ、ここでやっぱパワースポットの我が家で、まあ、僕が本物の引きっていうのをね、ちょっと見せてあげようかなと思います。お願いいたします、はい。ぜひりょうさんの方でもコラボガチャが上がっていると思いますので、そちらも見ていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。で、この後もいろんなドラフトサクセスとか他の企画も考えつつ、りょうさんといろんなコラボをしていきたいと思うので、そちらも合わせて見てください。お願いします。お願いします。ということで、りょうさん、はい、アーセの SR 欲しいっす。そう、お互い引けなかったんですよね、100連で。そうなんですよね。で、アーセの SR 以外だとどんな感じですか？なんか解放のあたりとか PSR だったらあたりとか。明神は終わってないんで、はいはい、あたりです。あ、明神終わってないんでしたっけ？そうなんですよ。50じゃないのか。明神50じゃないんですよ。で、まあ悲しみの木村美香はい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 、とか、なんか青い髪のすごいなんか可愛い女の子が、はい、なんか2枚ぐらい出てるガチャ僕見たことありますよ。なんか青い髪で、はい、なんかもう昔もブイブイやってた女の子いたじゃないですか。幼なじみポジのなんか2回ぐらいこう PSR でシュイーンって出てきてあーみたいな。ちょっと心がえぐられたところで話戻すんですけど、はい、あとはアンドローキャラたちは一人も50じゃないのと、うん、まあ、寺道とか、まあ、その辺も母体来たらめっちゃ嬉しいかなと、はいはい、というところなので、そんなに悪くはないです。割とこう PSR だと受けも広いみたいな感じですね、はい、OK です。お願いします、まあ、とりあえずアーセを引きつつみたいな。そうですね。ちなみに石がこれ、まあ、まあまあ使わないですけど、はい、一応聞いとくと、まあ、余裕ですけど、はい、まあ、一応ね、まあ、万が一があるんで聞いとくと、はい、まあマックスのこの500個ってことですかね、はい、そうですね。まあ、一応まあまあもうちょっとすぐ終わっちゃうんで、ちょっともう動画10分にならなくて申し訳ないなぐらいなんですけどお願いします。はい、言っときますね。程よいところで、はい。いや、でも本当りょうさんなら一発であるからこの家のパワーすごいですから人のガチャだけ上手なんですよね。人のガチャだけちょっと、おお、こんだけ出なかったらどうすんだろう、この動画。ガチャやばい。さあ2枚いきましたね。ああ、まあ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 、まあ、あ、ジャメリン嬉しいです。ジャメリンはありっすか。ジャメリン嬉しいです。じゃあ、まあ出だしは好調ということで。出だしは好調です。ちょっともう一瞬で終わるかと思った2枚とか出ると言うて4分の1ですもんね、うん、確かピック率、はい、結構おおみたいな。そうですね。2回目いきましょう。全然覚醒のきらめきよりは確率高い体感ですけどね。あれ早くちょっとおおいいっすよ、ね、これ終わりそうっすね。さあ1枚、はい。ああ、まあ今話題沸騰中の。そうですね。鈴木くんはもう50。鈴木は50。じゃあ僕がもらってきますね、この鈴木くんは。お願いします。交換機能とか。ああ、ぜひぜひ。交換機能入ったら終わりだね。交換機能入ったら終わりですね。なんかもう僕らプレゼントキャンペーンとかするしかないみたいなことありますね間違いないですね。30連目いきましょう、はい、お願いします。ちょっとやばい、マジで緊張してきたな言うて、うん、そろそろピンクが出なくても。でも PSR 見たいな。ピンクが出なかった時に許されるキャラって何がいます？なんかいます？え、でも50じゃないキャラだったら。あ、なんか出たんですけどやば、強っ。あー、まあエプレミちゃん50ですね、多分。さすがに。あ、ピック来ないっすね。あ、確かにアース全然いないっすね、うん、横の2人も来ないんで。確かに全然仕事してないっすね、ピオさん。ちょっとゴールドフィンガーで。ごめん、ちょちょちょ、ゴールドフィンガーで。それ好きっすね。めちゃくちゃ好きじゃないですか。これ、あの、大学の僕の友達の元ネタパクってるだけなんですけど。やば。あ、でも、SR、めっちゃ SR 引いてんな。強。そろそろ。そう。え、言うても4枚目とかっすよ。そう。はい。うわー。社長欲しいんだよな、僕が。あげたいんだよな。あれ、これ出ねえな。はい。はい。ちょっとまあそろそろね、50連目なんで、うん、まあまあここでまあ多分そろそろ動画の時間的にもまあ OK みたいなとこあると思うんで、うん、はい、まあちょっとそろそろ引いていきましょう。お願いします、はい、
まあまあまあ、急速のフォンデリングですよ、うん、やっぱりガチャ動画で一回もフォンデリングないとね、やっぱりネモさんのお立場上ちょっとやっぱやらせとか言ってくる人もいるかもしれないんで、やらせとか言ってくる人いるかもしれないですね。あーそうか、まあ SR は結構出てますね。そう、 SR の枚数は出てるんですけど、うん、まあ言うて僕今結構焦ってますからね半分終わったタイミングで大丈夫です、はい、大丈夫です。次が60連目ですかね。ちょうど半分終わったとこなんで。あー美味しいご飯食べたかったのになプレッシャーを与えていく。おコロワイじゃないですか。そう、まあここで決めますよ。じゃあそろそろコロワイじゃないですか、はい、あもう言うっすよ。もうこんな 100% みたいなとこあるじゃないですか。これいかなかったらどうします。いかなかったはい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 社長いらんはい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 ちょっと待って待って待って、今日朝見た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 。え、これもう50にすればタイみたいなとこないですか。いや僕50です。ほんわか50です。今日は上がったそうあれだわ、サバイカかりょうさん、いやいやでも SR の数はマジで出てる。でもそろそろ P が来てもいい頃かもしれない。まあ前振りっすよね全部。そう頼む頼む頼む100連で出なかったから言うて100連で出ると思って序盤あんだけ一気に散らしてたから間違いない間違いない、 違いない。こんだけ SR 出して出ないんだみたいな。4分の1引けない。そう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 。あーあーあー耐えた耐えた幸せ。あよかったよかった。めっちゃ焦ってたわいや僕もあの SR がそんなに出なくて、はい、あーはあるかなと思ったんですけど、はいはい、こんだけ SR 出てあれみたいな。はい、じゃあまずはね、紙引きとは言えなかったですけど、いやいやまあ答えはとりあえず予算内で、はい、用意していただいて1分以内でということでよかったです。ありがとうございます。よかったー。いやよかったー。解放しちゃっていいですか。あもちろんす。多分45はすぐなると。おさすが思います。いやよかった。もう出ないかなって一瞬思ったんで。いや僕もあこれオチ考えなきゃみたいな話しながらそうっすよね。最後の100円がポンデで終わった時のあのリアクションだけちょっと今のうちに考えておこうかなみたいな。そうっすね。僕もりょうさんのチャンネル登録どうやって解除してもらおうかなって考えてたマジで100人ぐらい減りそうで怖いんだよなこれって、はい、僕 PR とかがほぼいないんですけど、はいはい、SR に SR 食べさせて5にして入れた方がいいとかってあるかな。あーまあ SR の、プラゴ別バージョンのプラグを作ると、うん、プラ2は確定するんですよね、うんうんうん、なので、まあ、今45作り…あれ、結構いません？これでいける？ PR 引き出せばいいかも。 PR プラス5は言うて作れそうですよね。これか。あ、でもあれか、さっきの45の合わせはあれ余り合わせですか。余り合わせ。そうですね、合わせ PSR でレベル高いに見ましたもんね。うん、じゃあいけるか。おプラさんもいる。いけそうな気がする。これお願いしなくてもいけちゃうやつ。そうですね、ちょっとここだけ作っちゃいますね。サクサク強っ強っ強っ。SR かこれで。これでもういけるやつ。それで、ドマックス5ですね。あーじゃあこれで。あーじゃあ任しといてください。これで取り返してください。じゃあ僕のゴールドフィンガーでお願いします。いえ、あーそうかそうか、大丈夫ですよね。はい大丈夫です。親切設計親切設計、ここで見せていくんだろうな。3まで確定なんで、はい、まあここからなんですよね。はい、おーあーまあまあ見てください。はい、だいご視聴ありがとうございました。耐えた耐えた耐えた。やーべね、耐えたよかったということで、これでなんかあんだけ SR 余ったんで、はい、ネオさんが PSR 引いた時にもあのなんとすぐに解放できるっていう。あ、まあ、素晴らしい。もう僕のね、もう出しといてください。あぶねあぶねあぶね。苦しい苦しい、フォローが苦しい。はい、ということでリオさんに45にしてもらったので、はい、なんとか、ね、じゃあよかったです、はいはい、パジャマ合わせも使ってサクセスしていきたいと思います、はい、リオさんありがとうございました。いやこちらこそ、まあ、あの僕のチャンネルの方でもね、ネモさんがすげえいい引きをしてくださったので、はい、ネモさんあれですね、僕と結構対照的なあれでしたよね、うん、こう間違いないです。枚数じゃなくて質でこう来るみたいな。間違いないです。よかったのでぜひお互いのチャンネルよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、今回の動画は以上となります。いろんなサクセス動画、コラボ動画が出ると思うのでそちらもチェックください。また次の動画でお会いいたしましょう。ありました。さよなら。